沖縄を訪問していた岡田外務大臣はアメリカ軍の普天間基地移設問題で鳩山総理大臣の政治決断によっては年内の決着も残されていることを示唆しました。容易でない中で、政治決断をしなければならない場面もあるかもしれません。外務大臣として、何とかそれを打開しなければいけないと。その上で岡田大臣は日米間で合意していた辺野古沖への移設計画を変更する場合、信頼関係をどれだけ維持できるか自信がないと述べ、日米関係の悪化に強い危機感をにじませました。一方、北沢防衛大臣はこの問題で鳩山総理大臣と対応を協議しました。時間的な問題も含めてね、幅広く検討しなきゃいかんと。北沢大臣は4日に行われた日米の作業部会でアメリカ側が移設計画の変更に強い懸念を示した点などを報告したものとみられます。